今回紹介するのは、ルネッサンス・再生への挑戦という本です。6,843億円の赤字を抱え、瀕死の状態だった日産を3,310億円、過去最高の黒字へと導いた奇跡の男、カルロス・ゴーン本書は、そのキャリアと経営哲学、手法、 プライベートについてて語った初めての本である日本の読者のために書き下ろされた本この本は目次を見ればわかるように日産について書かれた部分は主に第4部です。全体的には彼のこれまで歩んできた半生を振り返った自伝であり。 ハウティオー的なゴーン流マネジメントの秘訣を求める目的には不向きですゴーンはこの本のプロローグでも述べているようにビジネススクールでビジネスやマネジメントに関する正規の教育を受けてきたわけではありません彼は会社の立て直し方を書物で学んだのではなくて実際にあらゆる種類の問題に挑戦し 数々の決断を重ねて経験を積むことでより明快なマネジメント上の決断が下せるようになったのだと言います。そしてこの実際に試行錯誤しながらマネジメントを学ぶ方法に勝るものはないと述べています。その意味でゴーンがミシュランやルノーそして日産で何を考えどのような試みをし いかなる決断を下してきたのかを大いに参考にしつつも、やはりマネジメントに安易な道はなく、自らが行動を起こして試行錯誤しなければならないのだと勇気つけられました。コストカッターあるいはコストキラーとしてしかゴーンさんを知らなかった人には、彼の人間的魅力を知るいいきっかけになるのではないでしょうか。以上、興味のある方は、 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。